皆さんお元気ですか。8人制サッカー241対331フォーメーション対決第3回。この対決第1回第2回と241フォーメーション目線で解説してきました。今回は331フォーメーション目線で解説します。では始めます。241フォーメーションが331フォーメーションを破壊できる仕組みは2人のセンターバックのパス出しが安定しているためです。そのため最終ラインのビルドアップに対して厳しく当たることが有効な対策になります。まずフォワードが単独で相手をプレスする対策を解説します。ワントップのフォワードが何も考えずにボールを追いかけても数的優位な相手にパス回しでかわされてしまいます。かわされるならむしろプレスに動かない方がチームのためです。プレスする時のポイントですが、正しく追い込む、動くことが必要です。そのために円を描くような動きをします。ポイントは相手に攻撃サイドを変えさせないこと、サイドチェンジさせないように、横パスさせないように相手に近づいていきます。この動きによって相手に前にボールを蹴らせるようにします。相手の攻撃方向を制限することが狙いで、できるだけ相手に近づき相手のキック精度を落とすことを狙います。ここで相手がゴールキーパーにボールを戻したら最初からやり直しです。ゴールキーパーに足元の技術、パス回しの技術があればセンターバックの2人とゴールキーパーの3人でプレスをかわされてしまうでしょう。ゴールキーパーが足元のテクニックがなくフォワードの選手が常にプレスに動き続けることができるならこの戦術は有効です。フォワードの選手のプレスがうまくはまれば後方の選手は自分のマークを外さなくていいので守備に余裕ができます。フォワードの追い込みはそれだけ重要だということです。この場面、逆サイドのミッドフィルダーへのマークを捨てることで331の両サイドバックを余らせることができています。これによって相手のセンターバックから有効なパスが出せなくなります。逆に相手のボールを奪ってカウンター攻撃という理想的な展開に持っていける可能性があります。この時241フォーメーションにどういう選択肢があるか考えてみます。1つ目、前線のフォワードへボールを出しそこからポストプレーによる攻撃を行う。2つ目、サイドに預け個人による突破を試みる。3つ目、ボランチにボールを預けそこからサイドチェンジして攻撃の体勢を整える。4つ目、ゴールキーパーに下げる。まず1つ目ですが、フォワードへのキックは確かにリスクを回避できるプレーです。ただこれにはセンターバックに正確なキック精度が必要なこととフォワードのフィジカルや体の使い方が求められるので成功確率はかなり低いです。2つ目のサイド攻撃は331はサイドにミッドフィルダーとサイドバックの2人がいるので1人が直接的な守備者でもう1人がサポートでき守備が有利と言えるでしょう。3つ目は無難な選択肢と言えます。ミッドフィルダーへボールを預け再びパスを受け空いたスペースから攻めていきます。センターバックのビルドアップ力が高いのであれば241が有利でしょう。331は根気よくプレスを続ける必要があります。4つ目は241にとってはリスクがある選択です。特に小学生年代の場合相手のプレスがはまった状態でのバックパスはミスを誘発する原因となります。プロの選手でもミスすることがありゴールキーパーやディフェンダーの選手がトラップミスをして失点につながることはあり得ることだと思わなければなりません。331フォーメーションはプレスがうまくはまると試合のほとんどを相手陣内でプレーすることができます。相手陣内で戦えるということはカウンターからの失点を防ぐことにもつながります。いかがですか。フォワードの選手の追い込み方を工夫すればある程度241のビルドアップを防ぐことができます。しかしこの方法はフォワードに過度なスタミナを要求します。1試合を通じて常に動き続けることは難しく、そういった意味では適切な対策と言えないかもしれません。そのためチームとして全員が同じスタミナを消費できることを理想として組織でのプレスを考えてみます。それにはミッドフィルダー3人のうち1人が前へ出て守備に当たるしかありません。ミッドフィルダーが前へ出ると同サイドのサイドバックのスペースが穴になります。センターバックの1人はフォワードが捕まえもう1人のセンターバックをミッドフィルダーが前に出て捕まえ中盤でそれぞれマンマークではめた時黄色のゾーンで危険なスペースを相手に与えてしまいます。このスペースを相手にうまく使われてしまうと厳しい展開が予想できます。特に241の中盤の2人のスキルが高い場合、シュートまで持ち込まれる可能性が高くなります。サイドバックが裏のスペースのケアができないと、前がかりでプレスをかけても裏目に出てしまいます。つまり241フォーメーションの2人のセンターバックにキック力があり、ミッドフィルダーにキープ力があれば241フォーメーションが有利です。一方331フォーメーションの守備力が高ければ、相手にロングボールを蹴らせても球際で奪いきれれば問題ありません。241フォーメーション側が前線にロングボールを蹴り込んでくる戦術を取った場合、それを331側が個の力で抑え込めるのであれば、相手は無理に蹴らずゴールキーパーに下げパスをつなぐことを優先してくるでしょう。この時ゴールキーパーにまでプレスに行くと、簡単に攻撃サイドを変えられて、こちらの組織的なプレスが無駄になります。ゴールキーパーに正確なキックの技術があれば、いくら前からプレスに来てもそれを無効化できます。ただ小学生年代では正確に遠くまでキックするスキルは成長段階の体であることを踏まえると難しいでしょう。だからこそ小学生から中学生くらいにかけて前からのプレスが有効なのです。どちらか一方にパスコースを切ってゴールキーパーにじりじりと近づきながらロングキックを蹴らせることは、相手ボールを奪うという戦術としては有効です。この時ボールを奪う場所は中盤のミッドフィルダーがいるあたりになります。ここでの空中戦に勝つことが重要です。中盤の選手でヘディングが苦手という選手が結構多く、自分もそうだという選手は多いのではないでしょうか。ヘディングは強ければ強いほどよく、戦術的にもヘディングが強いということは大きな武器となります。苦しい体勢から味方が追い込まれている状況でのゴールキーパーのキックはかなりの確率でキックミスを引き起こすでしょう。これを奪うことができれば大きな得点のチャンスを作ることができます。いかがですかこの戦術。331フォーメーションの前からプレスをする動き、この守備戦術のポイントはサイドバックの裏のスペースのケアと相手のロングキックに対する空中戦の戦いになります。1対1で絶対に負けないよう、強い気持ちが大切です。スペースの奪い合いで不利にならないようにしなければなりません。またプレスの方法は相手によって変わってきますので、適切な分析力を持って工夫してみてください。チームで組織的に連動した守備をトレーニングすると、それがハマった時には絶大な効果を発揮します。しかし選手を戦術で縛るには限界があります。試合時間が経過すると選手の体力が落ちていき、いずれ連動した動きができなくなります。また相手のボールコントロールスキルが上回っていれば簡単にかわされてしまいます。結局守備力を向上させるためにはボールの扱い方を学ぶ必要があります。以上、ここまでの解説で331対241フォーメーション対決は終了とします。331フォーメーションについては別で多くの動画を作成しているので、今回は少し抑えました。改めて別の機会に331フォーメーションの動画をアップするつもりなので、楽しみにしておいてください。次回の動画は232フォーメーション対331フォーメーションの対決動画を解説します。見逃さないようチャンネル登録しておいてください。いいねもお願いします。